後輩に風呂を覗かれる先輩舐められすぎだろ。に対するみんなの反応集。ではどうぞ。後輩に風呂を覗かれる先輩舐められすぎでは？俺は舐められてない。舐めてる舐めてないとかそういう話じゃないんだ。組織のトップからの指令だぞ。開いてるのが悪い。あれ今イラッとしてます？おかしいな。サビトなら舐められることも付きまとわれることもなかった。それはそうかもしれん。サビトさんは舐めさせていました。富岡さん、さすがに相手が異常者すぎる。富岡さんがコミュ障だけどキレて殴りかかってきたりしない人だとわかってるからこそできるコミュ障だけど、柱だけあってやっぱすげえ体してるな。そこまで行くならもう一緒に風呂入れ。富岡さんか。あとはもう長男のおもちゃです。覗くより入った方が自然かもしれん。風呂沸かしの作業中もずっと何か言われてたんだろうな。髪洗う前に湯船に浸かるタイプか。でももともと風呂場のあそこの窓って外の日の晩してる人に話しかけるための場所みたいなところあるし、お背中流しましょうか。義勇さん、義勇さん。柱じゃないのに柱の屋敷に住んでるの？柱としての鬼狩りとかも熟してるのに稽古だけは拒否するのって人に教えるのだけは無理ってことなのか。ここから自ら望んで混浴風呂に入るようになると思うと感慨深い。俺は望んでいない。親方様が生み出したモンスター。炭治郎は強くなったね。ギーサムさん湯加減はどうですか？忍さんも連れてくればよかったのに。炭治郎の方が富岡さんセラピー力上だから。御滝様から富岡さん係を任命されるまでは返信なくても手紙を送るだけの距離感に甘んじていたわけだしな。水柱代理として館の警備はしないといけない。あのでかい家に一人暮らしか。忍さんこっそり入れ知恵してません？多分継ぐ子とかたくさん育成することを期待されての広い屋敷の支給だったんだろうな。恋柱は煉獄さんの実家に部屋住みだったけど、それは煉獄さんだからなのか。でもね、こんなことされて4日もしかと決め込むギーサムさんも悪いんですよ。葵ちゃんとの問答なんだったんだよ長男。兄よりだから葵ちゃんのセリフ妙に無感情だったのか。話しかけてくれる人が好きってタイプだから親しげに根気強く絡んでくるのは対応としては間違いではない。あの兄より問答は後で響いてくるんだろうか。葵ちゃんの出番を持ってくれただけだと思うよ。UFO の子がいのカフェ店員が演じてるのでなるべく出番を増やしたいんだ。早速カフェ店員考案のオリジナルドリンクメニュー出しててダメだった。4日喋り続けとか長男よっぽど富岡さんに懐いてるんだな。まあ長男は元本人懐っこいし富岡さんは命の恩人だからなおさらだろうけど。御滝様は隊員のことはちゃんと覚えてるけど隊員にすらなれなかったもののことは把握できてないからサビとの件に踏み込めないってのはうまいと思った。風柱の親友のクメノのことは残念だったねしてたからな。シームレスに名字から名前呼びに変わる後輩めちゃくちゃ怖い。怖くない？長男もあれだけどそれを4日耐える方もどうかと思う。誰のせいでこんな状況になったかといえば富岡さんのせいだからな。サジを投げた御滝様から頼まれてって要素がじわじわくる。原作だとトイレの前までついてきたからまだマイルドになった方。長男は天然でやってるんだろうけどプライベートスペースを潰しまくるの効率よく人を限界まで追い詰めるやり方だと思う。かわやと書いてあったけど。アニメでもがっつりいただろ。トイレは扉の横で待ってるだけで覗いてないし。あれに4日耐えられるのもおかしいだろ。葵ちゃんの提案したそっとしておいてあげるは普通の人への対処法だからな。富岡さんには意味がない。なんでそば食い競争受けたの？受けないとずっと頼まれ続けそうだし。酒大根なら笑って一緒に食事してくれるのに。長男視点だとそばの早食い競争で心を開いてくれたってなってるやつ。御滝様の頼みだし富岡さんは恩人でもあるからめちゃ張り切った。本気で嫌がったら匂いで察するから詰め方が側から見るとエグく見えるだけさ。富岡さんは離島歴戦なのにあんまギズ追ってねえな。湯加減すごいいいんだろうな。長男の諦めない献身が懐おはぎマンを生んだ。
少年漫画だと共闘で仲良くなりがちな中で富岡さん攻略は地味に面倒だなってなった。富岡さんは共闘で意気投合はこの後別のキャラとやるから、長男からすると鬼になった妹と自分に道を示した人で責任も取るって義理固い人だからな。さらっと義勇呼びに変わってるのもなんかすごい。幽霊になっても自分に力を託してくれたサビトの人間性を知ってる炭治郎だからこそ言えるセリフでもあったな、繋いでいかないんですかは。長男基本名前呼びじゃなかったっけと思ったけど、そうでもないのな。割と仲良い派で、柱がうずいさん呼び出し基準が謎だ。柱に対しては名字呼びなんじゃないか。インフィニテも時藤くん呼びだし、葵ちゃんのアドバイスが全く意味がなかったのは二折とはいえ、なんかこう、うまいセリフにできなかったのかな。私ならほっといてほしいとか葵は言いそうではあるけど、まずは炭治郎さんのやり方でとか一度寄り添って深く話を聞いてみるとかさ、誰にどんなアドバイスもらおうが結局長男は長男のようなコミュ障の攻め方しかできないから意味ねえんだ。あれがあるから長男の異常性が際立つんだろ。こいつ自分から人に聞いといて全然内容聞いてねえって。お腹いっぱいになれば元気になるの方を採用したんでしょ。それでざるそば、あのでかい屋敷とかちゃんとお手伝いさん雇ってるのかなとは思った。理由なら審議隊の鍛錬も兼ねて飯炊きや風呂掃除とかもやってそうだけど、柱じゃないとしての激務もあるからそんな暇はないか。真珠は布団なしの雑魚寝だけど、飯はちゃんと炭治郎の分用意していたり、彼の人の良さは出ている。炭治郎自身が用意した可能性もあるけど、通いでも誰か雇ってないとあのでかい屋敷を維持できないよね。身の回りのことは鱗滝さんのとこで修行中に一通りできるようになってそう。これに関しちゃむしろこのアプローチで4日も攻めないと売れない富岡にも相当問題あるだろ。並んでご飯食べてるカットがだだっ広い部屋なのに距離近すぎてダメだった。胡蝶さんや甘露寺さんが柱稽古をサボっていれば風呂覗くシーンが見れたってことか。クソなんで男のお風呂シーンなんだよ。基本的に話しかけると好感度アップする。毎分毎秒話しかけよう。炭治郎はなまじ鼻がいいから物事を匂いで判断してるとこある。葵さんのお腹を満たす方のアドバイスを聞いて早食い競争になった可能性もある。炭さんの惨めで恥ずかしくても生きていこうが義勇さん途中の人にも突き刺さってそう。今回は以上になります。このチャンネルでは最新のアニメのみんなの反応を紹介しています。動画制作のモチベーションになりますので、興味を持った人は良ければ高評価、チャンネル登録、コメントをよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。